古代都市ダマスカスはシリアの首都ダマスカスの旧市街に残る歴史的な構造物が登録されたユネスコの世界遺産。1979年に登録された。2013年にシリア内戦による被害のためシリア国内の他の5つの世界遺産と共に危機遺産に登録された。エジプト、メソポタミア、地中海地域を結ぶ交通の要衝の地として 紀元前3000年頃から形成された都市。中東でも最古の都市の一つである。バラダ川の南側にあるダマスカス旧市街は城壁に囲まれた歴史のある地域である。この城壁は1世紀頃ローマが最初に建設したと言われている。2004年現在残っているものは13世紀から14世紀にかけて十字軍やモンゴル帝国の侵略を防ぐために アラブ人が建築したものである。城壁には7つの門が残っている。旧市街地は狭い入り組んだ道になっているが、東西に走るまっすぐな道は新約聖書にも登場している。世界最古のモスクと言われるウマイヤドモスクも旧市街地にある。エジプトとメソポタミアを結ぶ交通の要衝であり、 紀元前3000年頃から都市が形成し始めたと考えられている。アレキサンダー大王の統制以後はギリシャ・ローマ帝国の支配下に置かれる。635年、アラブ人が侵入。661年から750年まで、ウマイヤ朝の首都として栄える。1946年、シリアの首都となる。ウマイヤド・モスクウマイヤ朝の支配下、715年に、 建築された世界最古のモスク。建設には10年以上の月日が費やされたと言われている。イスラム教の4大聖地の一つに数えられており、シリア国内はもちろん、周辺のイスラム諸国から巡礼ツアーが訪れる。非イスラム教徒の入場も許可されているが、入る門は制限されている。また、成人女性の入場には、 ベール等で紙を隠すことが義務付けられている。ウマイアドモスクの北門近くにある十字軍を撃退した英雄、サラーフッティーンを埋葬している建物。城塞近くには馬にまたがったサラーフッティーンの銅像も立っている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。